はい、どうもさん、こんにちは、ミザです。うい、うい。つことで、本日はですね、リミテッドメデューサーということでやってまいりました。はい、はい。コメントだとね、結構なんか、メデューサー弱すぎワロタみたいな、そんなこと言うてる人もいますけど、ミザ的にはね、まあ、やっぱ古戦場だと普通に使うんじゃねーのっていう、純粋に強い性能を感じておりますな。はい。 どうしても、星少獣5人で使うのが強いような感じがするね。あの、後ろにカイムを入れるみたいな編成の場合だと、メデューサを活かしきれないと思う。サポアビ第1のダメージアビリティを連続2回まで使用可能っていうのが個人的にはすごい良いポイント、推しポインティーなので、まあ、俺はぶっちゃけ、 なんなら、皆無ム引っこ抜いて、まあ、武器ばらけちょの編成だった人も、こういう聖少獣5人、みたいな編成にしても、いいんじゃねえかっていう風に思うぐらい、うん。まあ、メデューサには、なんかりかし可能性感じてるんだよな、うん。 ということで、性能の評価していきたいなと思います。はい。まず、LB 振りなんだけど、ま、LB 振りはだいたいこんな感じ星1で振ってるやつを3にしてもいいかなっていうところと、まあ、あと、浴びダめ上限持っちゃおうっていうようなところ。うん。高難易度で使うというか、まあ、少し、まあ、1ターンとかで使う性能じゃないんだよね。3ターン、4ターン、5ターン。なんなら10ターン、20ターンとか、まあ、そういったところで使うタイプのキャラクターなので、まあ、こういう感じの LB 振りがとりあえずおすすめになるかなって思います。 はい。まあ,あと、クリティカル振ったりしてもな、クリティカル3振りはね、全然ありだね。特に、古戦場を想定するのであれば、敵の防御値が高いので、クリティカルを振ると火力が上がるので、ま結構お勧めできるかなとは思ってます。はい。で、えー、覚醒タイプは多分防御タイプになると思う。まあ、今俺バランスで置いてるけど、古戦場始まったら防御タイプにするんじゃないかなっていうような感じになってますね。はい。で、えー、キャラクターの性能としては、扇効果がスロー。 で、えー、自分が敵のすべての攻撃を回避する。完全回避。レゾナンスレベルに応じて土属性追加ダメージ。これ後で説明するけど、めっちゃ火力高いですね。800万とか出るかなうん。強い。で、えー、第一スキルがターゲットにかかわらず10回土ダメ。敵全体の強化効果を1つ無効化。激毒が1上昇。これもね、ダメ高いんだよね。まあ、あの、星少獣5とかで試すと、1回で800万くらい出るかな。結構いいダメ出ます。 で、ニアビはね、そんなダメでない。200万だか400万だか。えー、敵に9回土属性ダメージ。ヘビの、えー、神先効果。えー、ヘビの神先効果は発動回数に応じて性能強化。最大レベル3。で、ニアビを使うほど、えー、レベルが上がってって、ま、あ、これあのー、 かぐやの3浴びと似たような感じだね。めちゃくちゃモりモりの、まあ、ハーゼリーラ1浴びと言ってもいいかもしれない。レベルに応じて攻撃、防御、弱体耐性命中率減少し、受けるダメージが上昇するということで、まあ、あのー、めちゃくちゃ爆盛りなデバフがついてますね。で、最大3っていう風になってるので、まあ、サポ浴び1の星少獣5の時の、えー、1ターンに同じダメ浴びを連続2回まで使用可能っていう効果が結構優秀なんだよな。すぐデバフのレベル上がるから。うん っていう感じだね。サービがディスイリュージョンアイ。敵全体の行動を1ターン封印。連続攻撃確率ダウン、命中率ダウン。まあ、封印系のいつものやつって感じですけど。CT11 ですね。で、サポートアビリティ。まあ、ここがね、すごい大事。 うん。女の強示。バトル、パーティーの種族、正少女の数に応じて以下の効果を順に得る。攻撃アップ、アビダメ上限アップ、アビリティの余ダメアップ、敵が特殊技を使用し、ダメアビが即時使用可能。一ンに同じダメージアビリティを連続2回まで使用可能。っていう風になってて、まあ、4、5がやっぱ肝だね。敵が特殊技を使用し、ダメージアビリティが即時使用可能になるんだけど、一アビがディスペルなんですよ。だから、古戦上で言うと、HP50% の特殊技食らいました ディスペルが上がります弱体耐性ダウンを弱体耐性アップを剥がせますみたいなプレイができるので、うん、まあ、これがまずその時点で俺はすごい優秀だと思ってる戦場、うん、だったら使うんじゃないかな純粋にね で、えー、一段に同じダメアベを2回まで使用可能っていう風なのもつくので、これが発動すると、まあ、ディスペルが2枚っていう風になるから、まあ、昨今のね、古戦場のディスペル欲しすぎみたいな環境にはもう、めちゃベストマーチしてるんじゃないかなって思ってる。うん。ニアビのデバフとかも相まって、まあ、かなり耐久力高い印象だね。やっぱ古戦場200ヘル、250ヘルだったら、俺は全然使う性能してるんじゃないかなって思うんだけど、巷だとあんま評価高くないよね。うん。 俺カイム入れてんじゃないかなって思うんだよなカイム抜いて星少女全員にした方が俺パワー出せると思うねプライマルレゾナンスでカイムって武器バラケチョで防御上がるからそっちの方が強いでしょって思うかもしんないけどこのレゾナンスレベルに応じて耐久性が上がるっていう効果によって、まあ、カイムなしでもカバーできる気がしてんだよな 種族、聖少獣の土属性キャラから回復や強化アビリティを受けたとき、自分のレゾナンスレベルが1上昇。最大4。レゾナンスレベルが4に到達したとき、一度だけ種族、聖少獣の土属性キャラのアビリティが即時使用可能。っていうのがまず一つあります。他の聖少獣から、まあ、強化や回復アビを受けたら、なんか、どんどんレベル上がってって、まあ、最大になったら恩恵がありますよ。って感じ。 でレドナンスレベルに応じて種族清少獣の土キャラが以下の効果を順に得る防御アップ土ダメ軽減あごめん水ダメ軽減回避率アップ強化効果が無効化されない防御アップとダメ軽減と回避率アップの効果によってうんまああの全員清少獣で染めるっていうちょっとなんか条件こそ必要なんだけどまあそれさえ満たせるなら、まあ、裏皆無とかなしでもどうにかなるかなっていうような感じではあるなと思ってます はいまあ、ただ、チラッと言ったけど、やっぱ、青少獣縛りが結構厳しいところはあって、まあ、環境キャラそこそこいるから、どうにでもなるっちゃなるんだけど、まあ、他のなんか優秀なキャラクターがいるじゃないですか、世の中にははびこっているんですけれども、そういったキャラクターを使えないっていうのはちょっと辛いですよね。あの、ヘルのレベル高いやつで言うと、フォリア裏出しとかは前回の土子戦場だと強かったんだよな。 ターン経過によって防御力アップっていうのが、土属性キャラがターン経過によって防御アップっていうのがあるんだけど、まあこれを後ろから出してけ、ターンが経過した状態でスーパー防御アップパンチみたいな、まあそういう感じの動きが結構強かったんだけど、そういうのが使えなかったりとかするのはちょっと辛い部分かなとは思うんですが、まあなんだかんだ星少女そこそこいるんで、染めること自体は難しくないかなと思う。うん 相性のいいキャラって言うと、まあ、個人的にはね、ユグドラシルすごいいいっすね。うん。フルオートだったら1アビと2アビによってレゾナンスレベルを初手から2上げられるし、うん。 手動で言うと、3アビを押してあげると、プラス1レゾナンスレベルを上げられるんですよ。レゾナンスレベルを上げるっていう上で、ユグドラシルが聖少女の中だと一番マシかなーっていう感じ。あんま、あんまマシだね。<laughs> マジで申し訳ないけど、マシというか、他のやついいやついねーなっていうのは正直なところ。基本的にレゾナンスレベル1上げられまーす。みたいなキャラクターが多いかな。俺持ってない土属性キャラいたかなー。うん 土属性キャラ他になんか抜けがあったら申し訳ねえっていうような感じなんだけどまあ少なくとも SSR の聖少獣だとそんな感じになってますね SR いないっすねああいないね SR とかははいまあという感じになってますかね 基本的に俺は、まあユグドラシル、まあ、高難易度、ちょっとなんか 200L とかで使うかもっていう風に言ったんだけど、まあ、そこにユグドラシル噛ませるっていうのがパターンとしては綺麗になるんじゃないかなっていう風に思いました。まあ,あと純粋にラジエルとかも相性がいいですね。メデューサが、あの、レゾナンスレベルが4になったタイミングで、せ、あの、土キャラのアビリティ即時使用可能、星章獣のアビリティ即時使用可能っていう効果があるんだけど、まあその効果によって、まあ、ラジエルのフラウムとルブルムがすぐ 上がるんですよ、うん、まあそういった意味でもねなんかメデューサー合わせるっていうのはいいかもしんないですね、まあ、ラジエルとメデューサー合わせたらディスペル2枚あるんでまあなんかほとんどの攻撃をバンバン解除できるんじゃないかなとか思いました、うん、であのー、一応ここ言っておきたいのがレゾナンスレベルに応じて聖少女のキャラが以下の効果を順に得るっていうのがあって俺これさ主人公も適用されるんじゃねって思ってたんだけど多分ね 主人公適用されないっすね。<laughs> うん。主人公って種族不明扱いなので、聖書十枠、バハブキみたいな感じで得られるかなっていう風に思ったんだけど、うん。ちょっと実際に試してみるね。これね、主人公との兼ね合いがね、ちょっとあんま良くなかったんで、うん。そこはちょっと覚えておいてもいいかもしんない。で、例えばだけど、これでレゾナンス1じゃん。レゾナンス2じゃん。レゾナンス3じゃん。うん。 これでレゾナンス4になるんですよ、はい、でほら主人公上がんないんだよねメデューサのサポアビの星少獣限定のやつはガチ星少獣限定らしい。 バハムトウェポンみたいなノリで、なんか他の種族も、種族不明でも適用ですって感じじゃなかったかな。うん。一応このサポアビの回避率アップとかもちょっと試してたんだけど、うん。あんま回避してる感じしなかった。もしかしたら俺が抜けあるかもしんないけど、あんまこの回避率アップ効果を得られてる感じもしなかったし、主人公はちょっと適用外かなっていう感じはしたね。 まあメイン武器でフルンティング持ってぶん殴るのであれば、フルンティングって防御アップ100%とかあるんで、バカ硬いから、まあぶっちゃけ問題ないんだけど、うん。まあディスペルガードとかはつかなさそうなので、まあそのあたりはちょっと注意が必要かなーっていうような感じになってます。はい。で、そういう風に言うのであれば、うん。 キングを使うっていうのもありだと思う。これ、こういう形は結構ありかなと思いました。えー、主人公がキング使って、マントゥ・ドゥ・ルアで後ろの聖少獣と入れ替えるっていうような感じだね、うん。ナイフロワイヤルとディストリームにしてるのは、まあ、あのラジエルの一浴び、えー、このルブルムレベルを上げるためなんですけど、まあ、こういう感じでやってあげれば、えーまあ、なかなか効率よくダメージが出せますね。ちょっとやってみましょう。まあ、ただ、 あのね、レゾナンスレベル4にするタイミングはちょっと考えてもいいかも。初手から4にして、アビリティ全部使いますっていう風にするメリットがあんまりないかもしれないね。例えばこうした時に4になるじゃん。で、こうなった時、ダメアビとかが発動しない状態で、レゾナンス、なんかレゾナンス4によるアビリティ再使用ができてしまうんですよ。うん。っていう風になっちゃうと、あのね、 ラジエルとの相性あんんま良くないんだよね初手で初手でなんか4にしちゃうのはうん5ターン目6ターン目にレゾナンスレベルを4にしてダメアビを即時使用可能にするみたいなのの方がラジエルとの相性で見るといいのかなーって思いましたねはい ま、ただ一応、あの、初手からレゾナンスレベルを4にするっていうことは、ま、あユグドラシルかませりゃできるかなーっていうところだったかなー。うーん。で、えー、まあ、これで、まあ、結構1アビ2アビのダメージも軽く高かったのをちょっとわかるうん。ちょっと今リセットしてみるね。うん。 一アビ800万ぐらいは出てたんで、結構パワー自体はあるんかなっていうような感じ。ギレン入れてないんだよね、今現在。4ダメージアップは入れてるけど、ギレンは入れてないから、まあ、結構ですね、あの、パワー自体は、一アビ二アビのパワー自体はそこそこあるのかなターンダメージ自体は高いのかなって思いましたね。はい。ということで、 まあそんな感じでターンダメージが高いしディスペルも持ってるっていうような感じになってる。まあ武器衛星今こんな感じで、まあアビリティの余ダメージ自体は積んでないんだけど、まああのメイン武器、これだね。あの、死滅戦の武器メインで握って、まあ2番目に銃を持つ。まあ銃に関しては結構数があるんだけど、まあミーレス銃とかもあるから最終上限解放されてる。マ、ま、イ、あ、ムールビジョンミーレスとかを突っ込んだりするとか、まああとガレオン城ですかね。うん。 ま、結構高難易度 200L とか250想定するのであれば、奥義オンで戦うことが多いし、あと X アシャワンが奥義ヨダメージ上昇っていうのがあるから、うん。まあ、ここから、えー、ガレオン上をさらに組み合わせて、義のダメージを上げておいたよー。みたいなパターンも全然あるかな。これで奥義ヨダメが70万っていうような感じになってますね。はい。ま、あとの、後の武器はね、まあ、それぞれ入れ替えて、まあ、各自調整をっていうような感じになってるんだけど、うん まあ、カイムがいなくてもいいよっていう場合は、こういう編成の感じになるのかな。まあ、カイムがいる場合だったら、まあ、さっきもチラッと言ったけど、カイム抜いてもいいと思う。うん。一夜ビ二夜ビのダメが結構高くて、まあ、この、アビオダメ、えー、とか、ギレン系がなくても、一アビは660万くらいでしたよね。まあ、二夜ビがうん百万、二百万、三百万くらいだったけど、まあ、それがプラス一回発動するっていう風に考えたら、まあ、ダメージ的にも美味しいし、ディスペル的にも美味しいし、うん。 まあ、ニアビのデバフもささっと3にできるっていう風に考えたら、まあ、あの、星少獣5っていうのはメデューサー使うんだったら結構条件としては、まあ、なんか優先度は高いかなという風には思いましたね。うん。カイム抜きは選択肢としてあり。まあ、武器バラケチョでもカイム抜きみたいな選択肢は、俺はありだと思ったけど。うん まあこれは実際古戦場が来ないとわかんないっすね。まあユグドラシルと相性いいよね、みたいな話をしたのもそうだけど、ユグドラシルもね、なんか攻撃を吸い込むんすよ。ニアビ、あの、サポアビとかで敵のターゲットにされやすいとか。で、攻撃を食らった際に、なんか、 火ダメージでターゲットにかかわらず4回土ダメみたいな、なんかそういう反撃機あるんだけど、まあ火ダメージをしっかり受けられるかどうかっていうのはユグドラシルが大事だ、大事なんですけど、まあ古戦場のボスの性能によってユグドラシルが輝くかどうかは変わったりもするんで、うん。まあちょっとそのあたりはマジでわかんないですね。うん。で、まああの、レゾナンスレベルの調整したいですよっていう場合は、ウリエル採用すれば、まあウリエルレゾナンスレベル0なんで、 まあこうやってあげれば、レゾナンスレベルが1ターン目3で止まったりするから、まああの6ターン目、7ターン目とかにレゾナンスレベルが4になって、アビリティが全部使えるようになって、なんかドパーンみたいな動きとかもできるし、あとはですね、まあブローディア採用とかもパターンとしてはありだと思う,う。まあこういう感じ。 ブローディアを入れればこれでレゾナンスレベルがあちょっっと待ってねこれでレゾナンスレベルが3になるね、うん、これでレゾナンスレベルを3にして、まあ、あの6ターン目ぐらいでレゾナンスを4にするみたいなパターンもある、うんまあ、ラジエルに関して、まあ、ラジエルをパパッと使うルブルムレベル10にするのがちょい難しいんで、まあ、あのそこら辺ラジエルとの噛み合わせも考えるとまたちょっとあれなんだけど ま、今後の成長獣も増えるかもっていう風に考えたら、まあ、正直な話、メデューサは未来の可能性もあるし、まあ、今は古戦場かなうん。まだわかんないね。なんか単純、なんか結構コメントで <laughs> 弱いみたいな来てるけど、なんかそんな、なんかそん、なんかまだ可能性を追ってもいいと思いますけど、俺全然古戦場で手のひら返す未来は、 見えてるけど。まあ、キング使って後ろから聖少獣出すか、まあ、それともフルンティング使ってそのまんまンナ殴る、プラスディスペル要因5はメデューサ聖少獣5でいくか、なかなか難しいところですな。